長はじめは、新末民初の政治家。北京政府の要人。字は中人、総格。号は、郷、署名は、民雇とい、王冠古児、公開格主。弟の長はじめ方も政治家である。1885年、順天府での里見に合格して、候補地県となる。1898年、変法運動に抗応して、蘇州で、蘇学会を組織した。 1903年、経済特化で採用され、遠征外の幕僚となり、北洋における法制学法の主筆となった。1907年、遠征外が軍機大臣となると、その初期を務める。1909年、遠が辞任に追い込まれると、長はじめは公設準部の幕僚に転じた。侵害革命の勃発に際しては、イケル軍と特府民政市長を務めている。 1912年、長はじめは、臨時大総統となった、遠征外の下で、総統府秘書長に任命された。翌年12月、北京政府政治会議議員となる。1914年には、政治同企業局局長に任命された。1915年10月、女性省内閣において、教育総長に任じられた。その一方で、条件らと、蘇者という団体を組織し、 さらに国語統一中、備え会会長となった。1916年4月、断基髄内閣の途中で辞職し、故郷に帰った。1917年8月、総統となった、表国省の下で、総統府秘書長となる。1919年2月、南北和平交渉のための和平規制回復会長に押された。1921年7月、 チャンス商議会議員となる。同年9月には、小型新、長商空とロザン国税会議を発起した。その傍ら、離婚元羅と農村改新社という団体を組織して、農村改良事業に関わった。また、文化教育事業にも熱心で、故郷で呉れ県の総産となっている。1938年から4年間にわたり、国民賛政会産成委員に選出された。 その翌年秋には、香港で新文字学会を創設している。1943年10月24日、重慶で病没。去年77。ありがとうございます。